明日から橋の組み立てが始まるんだろ？ということは、こういうケーブルとかがいるんだよ、多分。橋頭同士をつなぎって書いてあるけ。こういうの作らなきゃいけないから、鋼線と滑車作ってないといけない。間違いなく。この橋用照明ってのも多分いるしね。鋼線が結構いると思うんだよな。集会が始まる。毎日集会あるな、ほんと。今日はなんだ？そろそろアックのことじゃない？やっぱそうだ。アックね。俺にとっちゃまだ未知の存在だな。気に入らないな。よくわからないけど、もし暴走したら、すごくかっこいい。私にはよくわからないね。ゲイルさんを信じます。皆さんよく来てくれました。いつもより多くの人が集まってくれて嬉しい限りです。その理由は一つですね。早速新しい仲間ミスターアークを紹介しましょう。それではミスターアーク、自己紹介をお願いします。こんにちは。私は料理が好きです。よろしくお願いします。ははは、見ての通りです。みんなが早くミスターアークを受け入れてくれるよう祈っています。街中を歩き回ることを不安に思う人も中にはいるかもしれませんが、とにかくアークにチャンスをあげてほしいんです。彼はここでシェフとして働きたいそうです。それではリー牧師から付け加えたいことがあるそうです。私は市長とこの AI の運命についてじっくりと話し合い、危険な異物を我々の町に住まわせることに対する我々の不安を全て伝えました。しかし市長はポルティアと自由都市同盟の信条を理由に譲りませんでした。ここは捨てられたもの、見放されたもの、行くところのないものによって作られた町です。良心に従う限り、誰がミスターアークを拒絶。ああ、また下にスライドするのせた。そしてミスターアークにはしばらくの間、市民自警団と共に暮らしてもらうという結論に至りました。これは彼自身と我々を守るためです。ミスターアークがゆっくりと我々の社会に溶け込んでいけることを祈っています。リーボク氏、ありがとうございました。はい、今回の決定に疑問や不満がありましたら、私のところまでお越しください。じっくり話し合いましょう。自由都市連合内でのポルティアの地位向上を図る取り組みの一環として、これまでも幾度も検討されてきた博物館の建設ですが、この度匿名を希望するある市民の憎しみのない寄付により十分な資金が集まりました。寄付って誰が？あなたが何をやろうとしているか分かっていますよ、ゲイル。廃棄された多くの物が展示される様子が目に浮かびます。もっと仕事をくれ。来週から A&G 建設がポルティア博物館建設の準備を始めます。きっとこの街を代表とする名所となってくれるでしょうらしいです。はい、お疲れ様でした。長えよ。で、確認。もうすでにお聞きのことと思いますが、少し前にミスターアークと名付けられた旧世界物の AI が崩壊の荒れ地への墜落物から発見されました。我々はミスターアークの将来の展望を確認し、慎重に検討した結果、ミスターアークをこの町に受け入れることにしました。詳しい説明の前に、何か問題が起きた場合には私が全ての責任を負うことをここに明言しておきます。ミスターアークと何度も面談した結果、彼は素晴らしい心を持っていると判断しました。我々がチャンスを与えることで、この町の素晴らしい市民となってくれることでしょう。辞める者を受け入れ、弱き者を守るというこの町の信条をこれからも守っていきましょう。ポルティア市長ゲイル。はい、いいこと言いました。それでは引き続きやっていきたいと思います。よーし、お仕事。ポルティア川にサンドロックへの橋を架けるため、硬質粘土かけ10が必要です。ケーブルかけ2が必要です。照明2が必要です。おー、結構いろいろあるんだね。ふん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 。やっぱりフレームが一番お金が高いっすね。ひとまずどうしようかな。照明受けようかな。おい、多分1個しか受けれないよね。ああ、だよね。ひとまず照明だったらすぐ作れそうなんで、作っていきましょう。橋用照明が、6個いるけど4個しかできない。強化ガラスが足りんのだ。強化ガラスかけ2な。OK。お、アルバート、おった。できたよ。
お、ゲイルがあなたの知り合いになりました。よっしゃあ、違う。ケーブルかけ2にしようかな。硬質粘土ってどうやって作るんだろうな。おいお前そっちやれよ。なんでそれ取った。橋作れ橋を。 OK できた。ケーブル、よしよし、いい感じよ。できてきてる。あー、また入らないで。ねえ、また入らないで、お願い、入らないでよ。間に合わんかった。へい、アルバート、できたよ、ケーブル。よっしゃー。硬質粘土ってどうやって作るんだろうな。3週間以内に用意。うん、硬質粘土かけ10。粘土ってことはブレンダーかな。ブレンダーあるわ。10個作れるよ。もう15時間待たないといけないのか。硬化粘土ね。硬化粘土を今作ってますと。硬化粘土できたっと。手紙来てる。研究所かな。お、多目的グラインダー。グラインダーの新しいのか。調理セットはいつくれるんだろう。調理セット全然もらえないんだけど。あ、まだ空いてないか。ちょっと先に設計図見よう。ほう、工業用かまど、グラインダー、鋼板が4と。これはまだ見たことないな。 Hey, builder. You seem like a pretty social... いや、君って付き合いがいい人だよね。長い付き合いのこのアルバートを助けると思って少し時間をくれないか。いいよ。なんだい？ガストはしてるね。せっかく、ああ、知ってる。僕とあいつは昔からの知り合いで、僕はポルティアに越してきて、A&G コンストラクションを立ち上げたのはそれが理由でもあるんだ。で、ガストには妹がいる。一緒に一度出会えるかどうかの美人さん。本当に素敵な子なんだよ。だけど、一つだけ問題があって、彼女はあまり外に出てこない。こんなもったいないことってある。多分、体が良くない。ああ、そういうことね。いいよ、いいよ。このことを持ち出すとガストは様子がおかしくなるんだ。オッケーオッケー。市長の娘のことだよね、多分。違うかな。多分ジンジャーの話だよな。ジンジャーなら話は早いよ。どこにいるか俺は知ってる。ジンジャーの家に行ったことあるから。俺はここだよ。いねえだと。あれ、神社はここにおるはずだったんだけどな。いや、この中にいるのか。いや、ここになんか青いマーク出てんな。なんだ
あ、この上にいるんだ。こん中だ。ジンジャー出てきて。ここでジンジャーが出てくるの待っとこう。おお、出てきた。いや、彼女のことじっくり調べてくれてんだね。ありがとう。私は体が弱くて、彼女って自分のことやん。読書したりちょっとしたアクセサリーを作ったり、教育と想像はどんな人間でも引ける。何の話これ。どういうこと。東への旅って本を探してるの。東への旅。次アルバートに話をしないといけないのか。読書好きの女の子だって。それはまたいいね。賢い女の子って好きだよ。そういえばジャンゴのレストラン、円卓の騎士にその本あったんじゃないかな。多分手に入れるには1回か2回勝負をしなきゃならないだろうけど、友達を助けるのにそれくらいどうってことないだろう。いや、なんか感じ悪いこいつ。こいつ感じ悪い。いや多分ね、俺円卓の騎士のメダル使ってないけ、ちょっと溜まっとるはずなんだよな。過去ダーツとか結構やったし。あった、169枚あったわ。これで帰れるかどうかわからんけど、行ってみるか。あ、これか、東方からの旅人。あれ、東への旅っていう名前じゃなかった。俺間違えてた。これのことかな。250いるんだけど、結構いるよ。ちょっと貯めるかメダル。あー、ミスった。これでどうだ？帰れる。わあ、やってくれたんだね。本当にありがとう。こんな風に回りくどいやり方で口説こうとする僕を見下りしたりしないでくれよ。 OK。 友達の妹に手を出そうとするお前のその気持ち、複雑なんだろうな。頑張れよ。そういえばさ、この前動画街で教会に行った時にでっかいプランター売ってたんだよね。あの、売ってたというか、あの、交換できたんよ。じゃっけ変えてきたんだけど、これ使えばさ、結構前にもらった種を植えれるんだよな。なのでちょっとこれやっていきたいなと思います。ただ置く場所がないんだよね。どこに置いたらいいかな。これをちょっと一回どけて、この辺に置いとこうか。普段使わんけえな。で、これをちょっと設置したい。はい。で、巨大な種植え付ける。肥料をあげとこうか。よいしょ。これで肥料もさらに加えてやると。オッケー。もう一個設置したい。よいしょ。あ、これはサイズが適してない。あ、これはいける。わかんねえ、いけるのといけないのが。プランターのサイズとかね、あと他には季節によっては植えれん種とかもあるんだよね。なんでちょっと気をつけとかんといけない。